よろしくお願いします。はい、昨日の夜の10時過ぎに、また別省令の要請確認がありましたので、それも含めて発表させていただきたいと思います。ご案内の通り、いろいろな要請反転の省令が確認されていますけれども、大切なことは、例えば、省令のパターンでいうと今回のが7例目になると思いますけれども、最初の1例目から3例目までの方々につきましては、すでに、入院後の健康観察も終了しておりますので、ここから濃厚接触者の全員陰性も確認取れてますから、この3例目までにつきましては、ここから感染が広がるというふうなことはもうどんどん考えられないという状況になっています。で、4例目、これは京都の関係ですけれども、こちらも濃厚接触者、あるいはそれ以外 のバスの運転手さんも含めて、陰性も確認しておりますし、まだこの4例目の方はもう少しで、健康観察期間を終了しますので、1から3例目と同じではありませんけれども、ここもほぼここから拡大するというふうなことは考えられにくいというふうに思っております。ということで、4例目から、今日公表する7例目まで同じようにですね、一つ一つ出たときに速やかに対応して、そこからの拡大を封じ込めると、これを繰り返していくということが大事だろうというふうに考えています。で、かつほとんどがまだ全て確定ではないですけども、県外から持ち込まれた可能性が高いというのは、これまで発表してきた経過で皆さんも受け止めていただけると思いますので、そのために水際作戦を行ってますから、ここが非常に大事であるということは、間違いないと考えておりますので、ぜひご協力をいただきたいと思います。ということで、大事なことは、おととい申し上げた通り、人数等々に目を奪われて、混乱するのではなくて、一つ一つのパターンをの情報を的確に受け止めていただきまして、冷静に行動するというのが極めて大事だろうと思います。そのために今日はあえてこのパネルを用意させていただきましたけれども、これ県庁のホームページのトップページになります。で、この場でお話している記者会見の模様はその当時のうちにアップしてますので、まさにこの情報が漏れなく最新の県としての情報が、この1ヶ月で17、8回やってますけども、最もタイムリーな、アップデートされた情報でありますので、それはこのトップページの記者会見のところに、すぐにアップいたしますので、今回はぜひこの県のホームページを情報入手手段として活用していただけたらというふうに思います。で、メッセージ、Gメッセージについては、つどつど状況変わっていきますので、要請の お願い関係が記載されています。これも発表ごとにですね、速やかにアップしていきますので、この段階ではこういうことを注意してほしいというのが追加でどんどん出てきますので、この2つ、この記者会見、トップページの記者会見とメッセージ、一番の目立つところに出してますので、ここに最新の情報が入っていますことをお伝えしていただけたら幸いに思っております。それともう一つはですね、実は今日今から発表する案件は昨日の10時過ぎに判明したものでございます。で、これまでは深夜であろうが、いろんな情報収集に当たって、できるだけ早くということをやってきたつもりなんですが、県の職員の体調、人数も限られてますから、体調面、それから深夜帯になった時の相手方の配慮も必要と判断しまして、深夜帯のものについては、深夜帯が10時過ぎにその日の最終の結果が出るんですけども、そのケースにつきましては、連絡、入院等々必要なものについては行いますけれども、行動パターンの把握とか、それは翌朝にさせていただきたいというふうに思います。ちょっと件数が増えてくると限られた人数で限界が
生じて、職員の体調の方も気にしなければならないというふうに考えてますので、その点、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。ということで、まず県内で新たに2名の新型コロナウイルスの感染者が確認されましたので、公表させていただきます。2名の方は、正木町在住の方でございます。後ほど申し上げますけれども、申し上げますように、詳細は現在確認中でございますので、まずは皆さんに速やかにお伝えする趣旨で今回発表するものでございます。夜の10時過ぎの確認でございますので、現在になっております。まず、感染が確認されたお二人に心からお見舞いを申し上げさせていただきます。一日も早い回復をお願いしたいと思います。今回の事例は、先日発表した集団感染事例5例目、5事例目、それから集団感染とは別の松山市の事例、県内6例目、のどちらとも別のケースと考えられます。検査結果が判明したのは昨日の夜10時過ぎでございます。ご本人に連絡をして今後の治療内容等を説明させていただきますとともに、保健所の調査にご協力をいただくこと、またプライバシーに配慮した上で感染の事実を公表することにご理解をいただいておりますので、本日公表を行わせていただきます。2名の詳細な行動歴、濃厚接触者等については現在調査中でありまして、全容を把握できているわけではありません。ただし職場の消毒はすでに行われておりまして、自宅は本日実施することとなっています。まず感染者の概要でございますが、感染が確認されたのは30代男性1名、40代女性1名の合計2名でございます。お二人はご夫婦でございまして、住所地は正木町でございます。次に現在把握できている内容、症状経過行動歴等についてでございますが、3月の22日から26日までの間、22日から25日までの間、アメリカ在住の友人が自宅に泊まられています。22日にはこの友人を含む9名の方と自宅で会食をしていると聞いています。ご夫婦とも3月27日に発熱の症状が現れたそうでございます。お二人とも発症日の2週間前までの間に海外への渡航や県外への移動はないということでございます。まず男性でありますが、27日に38度の発熱と咳、息苦しいとの症状があり、 A 医療機関を受診されました。26日から28日は職場に出勤をされています。ただしこの職場は不特定多数の方と接する仕事ではないそうでございます。27日に症状が出て以降は職場でマスクを着用されておられます。30日には B 医療機関を、これも仮ですけど B 医療機関も受診されています。4月1日にも症状が改善されないため、症状が改善せず39度4分の発熱があったことから B 医療機関を再度受診されました。肺炎の増が確認されたために、この医療機関の医師が帰国者、接触者、相談センターに相談をしました。その後帰国者、接触者外来を受診して検体を採取、PCR 検査で陽性が確認されたものでございます。この方は昨日4月1日、10時過ぎの確認でありましたけれども、県内の感染症指定医療機関へ入院をされています。次に女性で、ございますが、男性と同じく27日に、39度台の発熱、咳、鼻づまりの症状があり、お二人で一緒に、冒頭の A 医療機関を
受診されました。30日には嗅覚異常が現れたそうであります。4月1日先ほどのご主人男性に付き添い帰国者接触者外来に来院しましたが、医師の判断でお二人とも検体を採取、PCR 検査の結果、陽性であることが確認されたものであります。まあ、実はこの4月1日の時点で若干症状が改善されていたということだったそうなんですが、まあ、その後またちょっと上がってる、というような状況になります。なお女性も、まあ、そういうことで男性よりも症状が軽かったんで、昨日は入院されてないですが、今日4月1日の時点、今日になって、感染症指定医療機関に入院をしていただきました。なお、お二人のさらに詳しい行動歴は現在、調査中でございます。また現時点で濃厚接触者はご夫婦と同居のご家族1名を把握しておりまして、現在この1名は自宅待機および健康観察を要請しています。それ以外の濃厚接触者については現在調査中でございますので、判明次第またご報告をさせていただきたいと思います。次にちょっと戻りまして、5例目の集団感染の方々の残りの濃厚接触者2名の検査結果が出ましたので、お二人とも陰性が確認をされたことを報告させていただきます。次に6事例目、松山市のもう一つの70代の男性の方の濃厚接触者関係でございます。一昨日この方は陽性が確認されていますが、集団感染とは別ルートの感染者については濃厚接触者が8名ということでございますが、そのうちの6名の PCR 検査を行いました。結果はいずれも陰性でございました。で、残る2名については症状はまだ出ていないという状況で、健康観察および自宅待機の協力を得ておりまして、今後必要に応じて PCR 検査を実施すると松山市より聞いています。まあ、ご覧のとおり、この濃厚接触者の PCR 検査は、義務ではありませんので陽性ということになっています。まあ、今回の感染者の発生を受けて、まあ、まだ感染源が特定されたわけではありません。調査中でございますが、これまで同様可能性としては、県外からもたらされた可能性が極めて高いと考えております。先日来県民の皆さんにお願いしている通り、水際対策が重要で、もう一度繰り返し3点についてのご留意をお願いしたいと思います。1つ目は感染が拡大している首都圏、そして関西方面などへの出張や旅行は、まあ、やむを得ない場合を除き、できるだけ自粛をお願いしたいと思います。2点目はやむを得ずこれらの地域を訪問する場合には、特定多数との接触をできるだけ避けていただきまして、愛媛に戻った後は基本的な感染予防や体調不良の場合は外出の自粛をお願いしたいと思います。3点目は感染拡大地域に居住し、現時点ですでに愛媛に戻っている方ももしかしたら感染しているかもしれないとの意識のもと、2週間は特定多数との接触を控えていただきたい、近い距離で人と話すのを避けていただきたいなど、感染予防のための意識を、まあ、こういう県外からもたらされているという、そしてまた首都圏、また関西圏は非常に今厳しい状況にあるのはご案内の通りでございますので、行かれた方はそのあたりを十分に意識していただいて行動していただきますように本当に心からお願いを申し上げたいと思います。また今後もですね、首都圏の感染状況や、また本当にこれ手は打ったつもりなんですが、人事異動、それから就学等々で人の移動が激しい時期でありますので、関係する企業、団体、学校も含めてですね、まあ、十分に対
対応をやれるだけの対応はしていただきますようお願い申し上げたいと思います。先ほどの申し上げました冒頭で申し上げましたこのパネルぜひ、まあ、県の最新、まあ、こういう状況ですから最新の情報がここにあるということをお知らせいただきたいと思います。また、こちらも、少し情勢が変わってきましたのでこの1から4とかですね、こういうふうな形でくくらせていただきたいというふうに思いますので、まあ、先ほど申しましたように今集中すべきは5、6、7の状況把握と対応というふうなことだろうと思いますので、全国を報告していきたいと思います。以上です。それではただいまの給付法に関して質問のある者はお願いします。すみません、ごめんです。このお二人は今のところ軽症ということでよろしいですか？まあ、39度の熱があるという。だから、範疇としては軽症の。軽症。意識はありますね。あ、意識はある。あ、意識がある場合は軽症。人工呼吸や集中治療室に入っている場合は重症。はい。それ以外の場合は軽症ですので、はい、分類としては軽症になります。はい。これは国の基準だと思いますが、今、話がありましたように、人工呼吸等々の場合は重症扱いです。すいません、熱の度合いで重症軽症という分け方にはなってないようです。あとこのアメリカ在住の友人の方は お一人という認識でいいですか？一人です。でこの方、アメリカの方は、ウイルス感染してたかしてるかどうかというのは分かんないです。はい、この辺が難しいケースなんですが、例えばその方が、これはアメリカ人の方だけではないんですけども、県外の病院に連絡をしたときに、まあ、これはもう保健所それぞれの判断になりますので、症状が出ていない場合、場合によっては、何もしないというケースもあるんですね。だからこれはまあ、この方が感染源かどうかはまだ分かりません。分かりますけど、もしそうであったとするならば、これは非常に国全体で考えるべき、課題になってくるような感じがしています。アメリカ在住の友人はアメリカ人、アメリカ国籍です。国籍は確認できております。アメリカに居住していた方で、その方の国籍がどうかまでは分かりません。日本語はあまり話せないようです。さっき町のご夫婦は日本人、はい、日本の方、日本人です。友人9人なんですが、この方は県内の方です。県外の方です。友人9人、会食、はい、県内ではないかなとは思われますが、まだ全員の確認は取れていないですね。今確認取れている方々については県内の方でございます。全員のまだ確認は取れていません。22日の友人9人との会食、この9人のうち1人がアメリカの友人の方ということで、でこれ自宅で会食ということですけれども、このご夫婦と、まあ、同居人の、ご家族お一人プラス3人で12人で会食してたという認識で、そうですね、で、はい、すみません、確認なんですけど、濃厚接触者の一人の方はご夫婦のお子さんですか？濃厚接触者ですので、またその時点では属性等々は、まあ、陰性か陽性かも分かりませんので、公表はこれまでもしておりません。もう一点、すみません、県外からもたらされた可能性というような話があるんですけど、そう言える理由について教えてください。ご夫婦自体がまださっき申し上げましたように県外にも出られていませんし、それから、まあ、海外も行かない。ただ先ほどなぜ特定できないかというと、その会食の方の中にひょっとしたらという可能性もありますので、今の段階では確定はできないということです。ですから例えば会食をされて県内にいらっしゃる方なんかの検体が入手できて、それが全部陰性であるならば、この時点で、県外からっていうのは確定できると思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか？よろしいですか？はい、どうもありがとうございました。